どうもこんばんは、 YouTube のたけしです。 YouTube のふわっちです。声があまり枯れないですね僕はいつも声大きいと注意されるんで、ちょっと今日は抑えめに行かせていただきます。ちょっとギャラリーが豪華なんでかなり緊張感がありますけども、はい、本日ですね、近畿大学さんにて、はい、キムさんに教えてもらえるんですかね、射形の基本を教えていただくということで、まあ、不安をモデルにしながら、はい、こういう風にやっていくとうまくあれですか、射砲発説じゃないですけどスタンス、セット、セットアップとかを一か教えてもらえるっていう、ちょっと緊張感がありますね、不安に、はい、はい、じゃあということで登場していただきましょう、キムチョンテコーチです。お願いします。真ん中にお願いします。お願いします。ありがとうございます。一から教えてください前回に引き続き第2弾ということで、はい、頑張ります。キムさんに射形を解説していただきながら、ね、まあ、基本こういった人はこういう方法、こういうスタンスがいいよとか、もうアーチェリー始めるときはこれをもう何十回も見てからアーチェリー始めた方がいいよということで、精一杯頑張りますのでありがとうございます。吸収して帰りましょう。間違った方に努力するのって結構時間がもったいないじゃないですか。そうですね。なのでキムさんに正解を教えていただいて、緊張感がありますけど、よろしくお願いします、はい、お願いします。打てるかな俺よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあまず一番最初スタンスについて、一番最初に教えるとしたらやっぱストレートじゃないですか。やっぱストレートとステンスが弓から自分の体と的の方向を決めやすいので、もちろん肩の位置からもですし決めやすいので、初心者にはストレートとステンスをちょっとおすすめしますね、うんうんうん。そのストレートスタンスの人とオープンスタンス取る人っていうのは、やっぱりその打つ人がオープンスタンスの方が引くのが楽だから、じゃあそっちがいいっていう判断になっていくのか、どういった基準でこう違いますね。最初の立っている感じはちょっとオープンスタンスが正しい方向でなんかこう楽になるんですけど、体をうまくこう動きやすい方向にしてたらオープンスタンス、最初から方向と初心者はもう自分の的と自分のラインがまっすぐな位置から決めるようにしやすい感じがストレートですね。じゃあ基本的に最初はストレートでしっかりお尻の肩の位置とかラインを覚える、うん、覚えて、だんだん、まあ、距離に出てなんか打つ時に、まあ、肩甲骨とかその肩の位置とかが自分でしっかり決めやすくなった時からは、ちょっと立ち位置とか、もうやっぱりストレートだけになったらすごくフラフラしたりとかしやすくなるので、もうちょっと立つ位置をちょっと楽にして安定させるためにはやっぱオープンスタンスが正しいことになります。じゃあオープンスタンスは上達してから幅とかはありますか。その幅は肩幅のくらいのサイズで、まあ、目安でなんか取った方がやりやすいと思います。いいですかね。僕はちょっと、はい、でその位置からすごく中心がちょっと浮いたりフラフラしやすいになったら、ちょっと広くしたり、うんうん、ちょっとこう引いてくる感じがもっとあまり感じれないでしたら、もうちょっとこう狭くしてから動きをもうちょっと感じるようにしてたら、ね、はい、ストレートですね。そうですね、ちょっと開きます。これはオープンですね。これオープンです。ストレートにしてください。はいストレートでいきます。はい、じゃあ続いてグリップですね。手のひらのどの部分で押すのが正解とか、例えば皆さん純正で使われている方がもう 80% ぐらいで、多分よくわからないけどとりあえず持ってみたっていう人が多分 5% で、ちゃんと意識して持ってる人が 15% ぐらいだと思うんですけど、どうですか。で一応正しい方向で押すってするのより、グリップの形によって、まあ、自分の力を加えて押すポイントでプレッシャーポイントって言うんで見てるんです。それじゃなくてクリップの一番上頂点でハンドルの真ん中になる方向がピボットポイントで、みんな間違ってピボットポイントにプレッシャーポイントを一緒に同時にして押すとするから、すごくグリップがハイグリップになったり下が浮いたり肩が巻きやすくなるんですけども、正しい方向は本当にプレッシャーポイントに近い方が一番理想的にはいいんですけれども、グリップを手で持ててたら絶対この方向には押せないので、例えば手で押す方向がピボットポイントに近くなると、すごく上、この辺ぐらいになるので、すごく陸も柔らかいし、このなんか力がない。そこに押してしまうと、だんだん何本押しててもちょっと浮いてて上にこう乗っていく感じになるので、だいたいこの人差し指と
親指のこの間の V を作った時のこの間くらいの方向に力が乗る、あの親指の付け根、ね、ところで押せば理想なんですけど、そこを意識するとクリップでしてたら大体あのピボットポイントのちょっと下この辺ぐらいになるんですよ、うんうん、その辺ぐらいはちょっと狭く近くなったり、ちょっともう下手の大きさによっても場所がちょっと変わるので、そこをちょっと注意して押すことになるんだったら、正しい方向になりやすい方向で作りやすくなると思います。フィンガースリングを一般的にたくさん使っているフィンガースリングと、まあ普通に言ってる棒スリング、2つのスリングがあるんですけど、まあ、基本的に初心者に向けではあのフィンガースリング、フィンガースリングが本当に方向転を作りやすいです。棒スリングはすごく手首でちょっとこうクレカーを切ったり、打ち瞬間手首がすごく動いてグリップが安定しない形になったら、なんか手先でこう遊びができないように棒スリングを使ってそれをカバーするとするんですけども、上級者になってすごく慣れてしまったらどっちでも全然使う方向は間違ってないんですけど、方向転を作りやすいスリングは本当にフィンガースリングなので、こっちの方をおすすめします。じゃあおすすめはスリングの向けがあるんですけど、スリングの役が何かをちゃんと分かって使わないと、ただ弓を飛ぶから弓が落ちないようにただ引っかかってくれるものじゃなく、フィンガーのこの長さと向けによってシューティング瞬間のバランスを取りやすくなるので、それをちゃんと気をつけて使わないと弓がすごく出なかったり刺さなかったり、フィンガーが短かったら弓が飛ばなかったり、あのフィンガースリングがすごく長かったら打ち瞬間にすごいダランとして弓がすごく落ちたりとかする感じになるので、その分長さと方向をすごく気をつけて作らなきゃいけないんですね。じゃあ人差し指の方向を作るためには、まず人差し指と親指を下から入れて、そうですね、はい、入れてこんな風に入れて上から下に回して、それで親指の方向を人差し指に持っていきます。親指の輪っかを人差し指をに持っていく。持っていく。下から、指の下から紐が出てる感じですか？そうですね。この向けが外側になるようにならなきゃいけないんですね。例えばこれの上だと良くないってことですね。そうですね。それすると、これだと良くないっていう。そう。上に行ってしまうと、打ち瞬間に指が一緒に引っかかってくる感じになるので、引っかかってついていく感じになるので良くないんです。なるほど。下になると、下で外側にちゃんとなると紐だけがいく感じですね。打った後に弓に指がついていく感じになるので、もうちょっと自然さがあるんですね。で、親指は反対方は、人差し指は下、親指は上からですね。上からなんだ。俺初めて知ったぞ。上から、下から、下から上に入れて、下から上に回して、その回した枠を親指に持っていきます。どっちも下ってことですね。そうです。そしたら、きれいにこの弧の位置が外側にちゃんとなるようになるので、クリップを持てるときに、フィット感がすごく出てきて、この弧の部分がとかが邪魔にはならないですね。なるほど。で、これを間違ってしまうと、引っ張ってても、引っ張ってて外側に行くとだん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 打つほど中に入ってしまうので、クリップを持つときにすごく邪魔になる。と、打った後にすごく、親指だけだったらいいんですけど、人差し指が一緒に上になってしまうと、打った後に指が引っかかる感じになります。なるほどな、俺逆だったな。親指だけ。そう。こうやってたな。こう、下からやってた気がするな。それを要注意して、皆さん、人差し指の方は下から、上に回して人差し指に持っていく。で、親指の方向は上から入れて下から回して人差し指に持っていく。で、こういう形で取ってください。はい。いいですか？はい。はい、じゃあ、フィンガーの長さとかって、あれ、いつもの癖でまたやりそうだった。フィンガーの長さが大事なんですけど、大体自分の指に合わせてクリップに入れて、ハンドルの前から指が3本、
フライにちょっときつめに入るように作れば自分の長さが合ってると思います。じゃあ右手で俺こう、あ、ちょっときつい3本。ああ、そう、ちょうどいいですね。これちょうどいい。はいはいはい。で、多分最初のフィンガースリングから作ってしまうと、だんだん練習したら伸びたりとかするので、それを調整して、そういう長さを維持してください。ストレートスタンスですね。はい、一番僕がここを正しく教えてる方法あるんです。はい。最近、試合、時間も短くなったし、焦ってる時に、遠くなると、ロッキングポイントに正しく入れられないんです。入れてみてください。ここで持ってて。はいはい。とか、おっと、いるっすね。反対反対。これは難しいよ。ああ、いるな、でも。ああで、いると思うので、さっきと同じように、毒を持ててもいい、もう、中を持ててもいいですけど、取って、つがえて、毒のところで、ちゃんと牽引に支えて、ロッキングポイントの真ん中に支えて、反対の指が行ってから、そんなとこまでフォームがあるんだ、はい、すごい。したら見なくても正しい方向にすごく使えるようになるの で、ね、はいはい、ここはちょっと小指を押さえながら、はいはい、こうこうですね、はい、そうですね。短い時間に本当に見なくても正しい方向に入れやすいのはこの方向に慣れたらやりやすくなります、ね、こうカチョン、はい、よし、クリップの作り方を教えてください。はい、クリップは先に下に置いて、順番的には取り掛けからクリップになるんですけど、クリップは下では決めれないんですね、はい、なので取り掛け作って少し持ち上げた時のこの位置にクリップが、最初はほら下に持てる時と上に持ち上げた瞬間に、そう、ハンドルの横に並んでくるように。そしたら、自然に押しても少し回って、親指の付け根ところ、先、人差し指と親指のこの間の方向に、ちゃんと押していくような形になりやすいですね。こういう形になると思う。ハンドルの真ん中、クリップの本当に、このピンポイントで真ん中をちゃんと意識して、押してる人たちが少ないんです。クリップの形によってこう抜けたり、抜けるからずっと浅い感じがあるので、だんだんクリップが入ってきて、ね、この手首まで入ってくるクリップがたくさんいると思うんですけど、こうじゃない。本当正しい方向は手首が外から見えないように下に向かってる感じで、親指の付け根だけが人差し指の間で力が乗れるような方向で作るのが正しい方向です。なぜこういうふうに作るってするのと、はい、するのは、さっき言った通りに、ピボットポイントにプレッシャーポイントが近くなった方がいいですよね。うんうん、さあ、手首が入ってきたらどうなんですか？ピボットポイントとプレッシャーポイントがどう感じるんですか？離れて。で、それを手首を下を向くようにして、ちゃんと指の、4本がハンドルの左側に全部揃って、親指だけが乗れるようにつく感じになったら、ピボットポイントがプレッシャーポイントとすごく範囲が狭くなるんです。近く。うんうん、なので、こういう風に押した方が正しい方向になりますね。自分でやってみましょう。つかえて、クリップ持って上げて、そこで、あ、ちょっとこう。はい、で、ここで、まあ、慣れた時に、初級者は、まあ、足に少し軽くついてたりでもいいんですけど、まあ、初心者は、ちょっと浮いてる感じ、押してよ、完全に前にちゃんと押さえてる感じで、クリップだけ感じるように、この指が若干浮いてる位置を維持するように作ります。取り掛けは基本的に、どこでチェックした方がよろしいですか？取り掛けは、一番最初、もう初心者はもちろん下から決めた方が、弓は持ち上げた上から決めるとすると、浮いてる感じがするので、安定がしないので、ちょっとグラグラしたりとかするから、初心者たちは、ちゃんと靴を上に置いて、まず取り掛けを、第一関節ですかね。第一関節にかけるんですけど、その前に、取り掛けをかける前に、パーした位置から、こう伸ばした位置まんまで、指先だけを
曲げます。指先だけを単眼鏡に、仮説がこうつけるように、そう。こういう形になって、親指を横に行きます。こうの、よくこうなってたりとか、はいはい、こう、こう、なってたりとか。反りすぎたらダメですし、こういう、こうがまっすぐになって、パーして、指先だけそう。で、親指を横につける。こういう形がすごく理想的な形になりますね。うん、パーしたまんまで持っていって、指先だけを、曲げて、親指を横につけるように。あ、その時は、指3本を均等に同じ力がかかるようにでかけてください。こうなりすぎても、こうなりすぎてもダメ。はいはい。まっすぐ入れて、パーから指先だけくっつけて、親指しまうと。じゃあ、押し手の作り方を教えてもらえますか？押し手。まず取り掛けをまっすぐパーから指先だけ曲げて、指先だけですけど指先がちゃんと曲げるぐっと曲がるように深くしても、甲がまっすぐになった状態になったら何本深く曲がってもしっかりかかる感じになるので、握ってる感じにはならないので、はい、これを締めて、ここでグリップを変えて、そのままこの位置とこの位置と引き手のこの顔と近い感じになる方向はどっちが近い？こっちですね。そうでしょ？はい。だから弓をこの手前から持ってくるとするとすごくしんどい。しんどいんで、最初肩を使って普通に楽にして弓だけを持ち上げて、弓引き手が若干顔に近くなった時に肩を先すくる。引くじゃない？あ、そう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 。押し手の方向、力をバーンと押さえながら、体が、肩のラインをまっすぐにするってイメージをしたい。はい。取り掛けして、持ち上げます。はい、持ち上げて、押さえて肩をまっすぐに、ストップで戻して、この段階までがセットアップ。はい。で、もう一つは、もう一つは、持ち上げて、肩をラインをすくって入れるときに、さっきプレッシャーポイントって言ってるところを力ちゃんと乗せるためにはどういう風にならないかね。せっかくここで作ったのに、上げるときに押し手が抜けて、もう一回こう作るとしたら難しい。だから、クリップを自然にここでちょっと半スクリューくらいに作った時の感じをちょっと維持したらどうなる？肘が若干回るでしょ？回った位置、いっぱい回したらダメ。若干回した位置を維持して持ち上げて、そのままそのプレッシャーポイントに力を乗せる意識で前に出す。その時に肩の位置が全部まっすぐになって、その時になったらセットアップがここではなくて、大体セットアップの段階は肘が肩より少し後ろになる感じになる。それが肩より肘が手前になると肩もしんどいですし、抜けてる感じにするから、セットアップにはならない。なので、持ち上げた時に、肩をちゃんとして、肘が肩より後ろになって、この親指方向が若干、顔の右の目の手前ぐらいにあるように。そういう感じがセットアップになる。セットアップになってったら、その位置から力をずっと保ったままで、アンカリングにつながっていくようにしたら、やりやすい。引けるようになります。なるほど。いきます。取り掛け。取り掛け。で、ここでクリップと、手を少しクリップと一緒に、それを維持してあげて、親指方向に、で、そからアンカリング。OK。OK ですか？はい。今は、完全に、感じて分けたんですけども、それを繋がって、繋げればいいってことで、ね、繋がって、力が途切れないように、順番的に。押し手をまず、上げて、こう下ろすときに、プレッシャーポイントをギューって遠くにやっていくイメージでやれば、勝手に引いても、引けてきて。引いていて、肩の位置がまっすぐになるずつ、若干自然に開いて、で、そこからしっかりアンカーリングする。引いた時に、開いた位置に来てたら、引きやすい位置に持ってくるので、うんうん、体から遠く行くと引きにくい。ね、体から近くなると引きやすくなるので、その位置から引いてきて、アンカーにつけたら。なるほど。とにかく
けど、ここで軽く回して、でその時に親指のこの付け根とこの OKOKOK ですか。 OK です、よかったでも確かにその弓が引くとポジションがこう遠いと、やっぱりその分すごい力がかかるのが、こうやっぱり自分の体の近くだとやっぱり楽ですね、うん、楽ですけども、まあすごく難しく言えば、剣がハンドルの基準になってたら、セット1から、セット1はまだいいです、セット1からセットアップアンカリングまでは剣がハンドルに絶対被っちゃいけない、外を外側にずっと、だから最初の持ち上げる時から左にやって、左プランジャー1ぐらいやってアンカー作る時にそのまま持って、でもそういう動きしてるかも、うん、そういう動きをするので、絶対ハンドルとかぶったままで持ってくるにしたらすごく内側になるので、アンカーにつけたらハンドルとかぶるように、うん、その前まではずっと外側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 でアンカーにするようにしなきゃいけない、弦がこのハンドルも外に見えてて、アンカーリングしてきたらやっとかぶるってことです、うん、外から若干こう膨らんだ方が持ってきやすいってのもあるんですね、うん、でも正しく方向は膨らんだだけになったら外からどこに入れるの入れないでしょ外にするだけで入れようとしたらまた戻る感じになるので、うん、引いたやつを一回戻す感じになる、ああそうですね、引いてる段階で入れるためには外にするのと同時に若干下から一緒に入れなきゃいけない、だからブレディエディソンとかする感じは体の動きに対してはすごくいい方向なんだよ、でもブレディエディソンとかのこうレベルまでにしちゃしてしまうと、ま、ね、ブレディエディソン自体はイリギシ監督さんとか弓を引いて背中方向さっき感じて、でそこからアンカーに入れる感じの意識なんだよ、それが引きやすいって言ってるんですけど、そうするとアシア人ってほとんどが背中を全部先寄せてしまうとアンカーつけるときは戻る感じになる、アシア人は引いてる段階で入れなきゃいけないから動きは似てるけどその範囲までじゃなく少し狭く、だからセットアップになって若干下と外側からアンカーにつけてくるようにしたら楽に背中を感じながら引けるようになる、なるほどなるほど、だから工事方向と思ったセットアップに来たら花の位置に親指がちゃんと来るように、でそこから工事方向に持ってきて、工事、うん、方向に、うん、ちょっと下です、うん、持ってきてからアンカーにつくようになればいいんですか、うん、理想的に引けるようになる、もうちょっと入れて、でクリップの方向に戻して、そうどうですか、なんかちょっと近代性っぽいですか、僕も、いやもう今めちゃめちゃもうあのもう野田ちゃんのイメージ、打ち方今野田ちゃんだった、はい、フワちゃんでしためちゃくちゃ野田ちゃんのイメージ打ってます、でもやっぱりなんか流れが良くなった感じはする、その重い弓使ってるとは思えないかも、めっちゃ重いっすそれやばいよね、多分ね、スタンスもう一回、スタンス、そうですね、スタンス、まあ、基本ストレートですね、ストレートね、だけどスティングラインからすごく真辺に立ったり、うん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 、いましたね、はい、後ろに立ったりするのもあんまりおすすめはしないです、はい、少しでも近く打った方が有利だって思って前に立るのはもうそれも一つのルールでいいとは思うんですけども、目の位置からやっぱりスティングラインを自分で確認して立たなきゃいけないのに、はいはい、前に出てしまうとスティングラインは横なので横で確認しなきゃいけない、後ろになってしまうとスティングラインこっち左で確認しなきゃいけない、姿勢がやっぱり変わってくるので、正しい方向自分の目線からのラインを作ってその位置に立った方が一番正しい方向だと思います、なるほどな、はい、基本、はい、基本真ん中、頭の位置がスティングラインに乗るように、はい、乗るようにした方がいいと思います、ちょうどこれじゃシューティングラインっぽく、さすがやっぱり上手いですね、すぐ分かりますね、本当ですか、はいありがとうございますで流れでクリップ、ここからクリップ作るときにもうちょっと自然にスルーッと変わった方がいい、ま、ごちゃごちゃじゃなく、やりすぎですか、スッで押さえながら
オッケー。そんな感じでいいです。本当ですか。はい。うまくなれそうですか。うまくなります。こういう部分だけちょっと気をつけてやってしまったら、な他にさっき動画でもあったんですけど、なんか引き手で持ち上げたり、はいはい、こんなんとかないっすね。体が軸がすごく動いて持ち上げたりとかする感じは多分ならないと思うので、なんかここで決めちゃうわ。癖なのかな。だから瞬間で言ったらいい。確認するためにたまに何か違うと思ったらたまにですけど、それが分かったら今で考えて、取り掛け入る前に考えて、取り掛け入った瞬間は準備できたらもう流れで。ちょっと待った、今押し手がうんこだった。なんか入れるだけになってこうしっかり押して押しながら入れてる感覚がないかも。でも僕から今見てたらハンドルの真ん中にまだ押してないです。弓が左に寝てる。あ、寝てますね。左の方向にクリップが釣れると弓は左に寝てる。で、右に行き過ぎと右に寝てる。なるほど、なるほど。ハンドルの真ん中を意識してクリップの本当にピンポイントのこの指一本ぐらいのこの間を押さなきゃいけないんですけど、ざっくりしてるっすね、今。大体方向で押すから寝てしまう感じ。こういう感じにならなきゃ親指の方向に来ないですね。なるほど。そうそうそう、そのまま。OK。いい。おお。いいですか。うん。こういう風にならなきゃいけない。はい。はい。し、頑張れ、年寄り。ここでやる前に考えてイメージ作って、はい、ちょ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 っていけばいいってことですね。で打った後に確認。うんうんうん、あ、こうした方がもっと良かったな。じゃあ基本的にその打ちながらこここうしてあしてはやらないってことですね。良くないです。で、竹とパニックになったり打ちにくくなったりとかする人って間にずっと考えて確認でしてだんだん打てなくなるんですよね。だから最初から使える前に考えてこういう風にイメージして、使えたらもう流れで打ってしまって、あ、ちょっと足りなかったら反省してもう一回準備して、そういう流れをずっと作らない。なるほど。このぐらいですかね。こうです。ちょっとキムさんにずっとひねってもらいたい。で、かけたらこんな感じ。そうでしたら正しい。なるほど。今どうですか。よかったです。よかったです。すげえ押し手が入ってるイメージなんですけど、もうじゃあ今までちょっと抜けてたってことか。抜けてるよりクリップで下で支えて、多分押してて意識が後ろから上から支えて的の方向に行かなきゃいけない、うんうん、でもほとんどの人が間違ってる人は下から支える、だから肩が詰まって上がってるようになるんで、弓をこの重いからってこの重さをこうならないように、下で重いからって落ちるからって上げるような意識で弓を刺せるとしたら、さっきみたいにこんな感じで回れなくて回さなくて なんですけど、それを重さを抑えて支えるようになれば力が後ろから前に乗るようになって、それで支える感じになる。だから絶対押し手は下じゃなく上の方向、後ろから上の方向から支える感じにならない。はい、いいですね、どうですか、いいですか、いいですね、筋いいですか。すぐ直せるんだね。すごいね、その弓で。俺絶対俺も入ろうかなと思ったけど、俺入るのやめとくわ。でも押し手を全然返してない人が少し返すとしてたら、今まで支えてるあの筋肉使いが全然違うので、きついっすね、めっちゃ重く感じる、そういう感じ。その人たちは少しスタビを軽くしたり、もう手先でちょっと指導するときはちょっと持ってあげてたらすごくやりやすく。あ、そうなんですか。もう一回セットアップで止まってみて、はい、で止めて押し手は決まらないけど少し手でもうちょっと回して回して回して。ちょっと待ってください。きついっす。
ま、回してってこっちをこう回してってことですよね。そうそう、こうだから正しい付け根、親指の付け根に付け根を目指してこうひねればいいです。そう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 、皆さん付け根を目指してこうラインに乗せてください。手首が、うん、下向いて付け根を目指して押さえて OK。 いい、今のよかったことないですか、うん、いいです。俺天才かもしれんわ。年寄りもともと上手かったんでそこまで直すところはないからね。で次にもうオープンスタンス、オープンスタンス、うん、オープンスタンスしたらで、そこから先ほどの方がと同じようになんか、うん、持ち上げて腰から決めて入れようとする人がいるんですけど、こう、そうそう、じゃなく持ち上げた位置から上半身で、うん、上半身で回してる位置に、うん、そのままアンカーに、うん、それの方が正しい、うんうん、腰を一緒に動いてしまうと肩を腰で持ってくる感じになるので、そうするとストレートと変わらない感じになるので意味がない、余計な動きになっちゃうってことですね、うん、もうちょっと背骨を上半身で肩の位置を、そう、そのままで持ってくる、 OK。 どうですか。クリカ入れた、入れました、大丈夫ですか、ええ大丈夫っすよ。いやなんか早切りしてる感覚はして、オープンスタンスをすると最初から体がちょっと開いてる感じになるので、セットアップ段階からアンカリングの時に背中の感じがや、まあ、感じやすくなりますね、はあはあ、こっちにこうなるとこからってことっすよね。ちょっと入れすぎたっすね。やっぱストレスとストレンスが方向を決めやすいので、初心者にはストレスとストレンスをちょっとおすすめします。幅は肩幅だ方がやりやすいと思います。ピボットポイントにプレッシャーポイントを一緒に同時にして押すとするから、すごくグリップが深いグリップになったり肩が巻きやすくなるんですけども、ピボットポイントのちょっと下この辺ぐらいになるんですよ、うん、まあ、基本的に初心者に向けではあのフィンガースリング、人差し指と親指を下から入れて、こんな風に入れて上から下に回して、親指の方向を人差し指に持っていきます。下から、指の下から紐が出てる感じ。親指は上からですね、下から上に入れて下から上に回して親指に持っていきます。取ってつがえて、ロックのところでちゃんと牽引に支えて、ロッキングポイントの真ん中に支えて、反対の指が行ってから取り掛けからクリップになるんですけど、クリップは下では決めれないんですね、はい、ピンポイントで真ん中をちゃんと意識して押してる人たちが少ないんです。手首が下に向かってる感じで、親指の付け根だけが人差し指の間で力が乗れるような方向で作るのが正しい方向です。楽にして弓だけを持ち上げて、弓が、弓引き手が若干顔に近くなった時に肩を先作る、引くじゃない、あ、そう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 、